札幌川は、北海道中央部の十勝総合振興局管内の、新徳町及び清水町を流れ十勝川に注ぐ一級河川。30余りの支線を合流する。指定内容は、以下の通り。スケホロ竹北方の分水嶺を水源と、シスケホロダムに注ぎ、国道38号沿いに、新徳駅及び十勝清水駅付近を流れ、道東自動車道と十勝川の交点付近となる。 清水町見陰で、十勝川へ、西側から注ぐ。上流は、左岸側から一の沢、二の沢、西佐幌川があり、十勝だけの火災流を刻む。中華流の右岸には、小林川などの日高山脈から流入する支流が多い。アイヌ語のサオペに由来するとされている。この解釈は、山田秀蔵によるもので、山田はアイヌ語の地名における沢、 海もしくは大川の方向を指し、新徳や清水町の山側の人たちから見れば、十勝平野とか十勝川本流の方が前である。それでこう呼んだのであろうか、と推測している。唐松人降臨、品野木、板やかえ春にれ、ヤ千チダボ、カツラ、宝の木、とど松、江蔵松が見られる。以下の生物の生息が確認されている。開拓当初は、 札幌川へ流れる支流を利用し、早くから水力による澱粉製造が行われていた。鉄道敷設工事に伴う線路用枕木の需要増加に加え、明治時代末期から大正時代初期には家屋建築による木材需要も高まった。このため、札幌川流域の国有林の流木の払い下げにより、冬山作り材された丸太が札幌川を流走されて陸揚げされた。 大正時代末期には、落農が流域で開始され、1928年に、清水町に、連流工場が設立され、1946年に、北海道農業試験場地区産部が、札幌市から移設され、1956年には、流域の平野が、集約落農地域に指定され、十勝地方の落農の中心となった。流入する一級河川は、上流から順に、 以下の通り、ありがとうございます。